右には家長いますが、その家長に今渡す、そのままジェジェが縦に行きます。ここでクロスが入ってくる。おっと、味方同士こぼれている。小林優、こぼれ球見逃しません。しっかりと決めます。さすが小林優、先制川崎フロンターレ。小林優2試合連続ゴールです。できればね、川崎のコートで陣内でボーっと、ここもちょっとミスが出てしまった。そして家長から小林優、ここはバーの上、まだ本当にギリギリのところで助かってますね、はい、おっと上りだと、おい、家長の落とし、お、うん、これは枠の左でした。小林優、また狭いところ、ジョンソンリョンからのこのボール、中塩の落としは脇坂のもとへ。逆サイド長谷川空いている。その長谷川へナイスボールだ。中には小林優、長谷川優、いや、ファーサイドへのパス、これが決まった。見事に押し込みました小林優。